ご来場の皆様、そして、入隊予定者の皆さん、こんにちは。陸上自衛隊第12音楽隊です、ここからは私たちの演奏でお楽しみください、昔日本に、テレビが普及し始めた頃、皆さんが生まれるずっと前の話ですけれども、強烈なお笑い番組が一つありました。ゲバゲバ90分、はい、本日まずはオープニング、そのゲバゲバ90分のテーマ曲からお届けいたします。ゲバゲバ進行を務めさせていただく
長の渡辺と申します。どうぞ最後までよろしくお願いします。それでは続いて2曲目ですけれども、次はですね、私たち自衛隊の音楽隊が最も得意としているジャンルの音楽を1曲お届けしてまいりたいと思います。サーベルト伯爵という行進曲なんですけれども、得意としているジャンルの音楽というのは行進曲ですね、もちろん。そのサーベルト伯爵という曲なんですけれども、サーベルというのは剣、剣のことです。伯爵というのは、馬にこうまたがるときに、またがって馬のお腹をこう、配置するときにここにつけるかかとというか足に装着するセットのことを伯爵というんですけれども、騎兵隊がこう剣を振りかざして進軍ラッパに合わせて勢いよく前進している、そんな光景を音楽にしたものです。それでは聴いてください。ジョン・フィリップ・スーザン作曲、サーベルト伯爵。Oh,
平宮隆さんと行くぞ。さすが安成行くぞ。さっき来たぞ、行くぞ。以上3名でお送りいたしました。どうもありがとうございました。さて、次はですね、私たちこの10人音楽隊のスペシャルバージョンとなっている曲です。ヒーローメドレーです。まあ、タイトルは単純に付けさせてもらいましたけれども、中身はちょっとすごいです。まあ、ヒーローメドレーですので、まずウルトラセブン、まあ、ウルトラ関係はヒーローの代名詞みたいなものですよね。そしてゴジラ、怪獣もヒーローになってしまいます。それからルパン三世、泥棒までヒーローになってしまいますよね。それとたまにはマジシャンまでヒーローになってしまうことがあります。ミスターハリー君、こういったところをですね、音楽でつな、げてみました。それでは聴いてください。私たち第12音楽隊のスペシャルバージョンです。ヒーローです。
たいところですけれども、私本物のミスターマリックではありませんので、当然そのようなパワーは持ち合わせておりません。しかし私が持っていなくてもですね、実はこのバンドこの中に非常に不思議な体質をした隊員が1名混ざっております。今日はその隊員をぜひ皆さんに紹介してみたいと思います。体、特にこの首のあたりが異常に柔らかくなってしまいます。とにかく不思議な体です。ぜひじっくりとご覧になってみてください。Thank you.
か。どうもありがとうございました。お父さんにご一緒しています。ということで、やわらかくなる首というのをご覧になっていただきました。偽物のミスターマリックでした。
愛のコンチェルトをお届けいたしました。続いても海の上のピアニストという映画があります。豪華客船の中で生まれて生涯その船を降りることがなかったというピアニストの物語、それを映画化したものです。続きましてはその、映画の曲で使われた中から愛を奏でて、フィーチャリングラブ、この2曲を続けてお届けいたします。
て2曲をお届けいたしました。さて次は私たちの最後の曲となってしまうんですけれども、最後はですね、今から80年ほど前、キングオブスイング、スイングジャズの王様という意味ですけれども、キングオブスイングと言われた、ベニー・グッドマン、という人がいるんですけれども、彼の作品の中からある6曲ほど、その手はないよ、サボイでストーム、フライングホーム、メモリーズオブユー、ビューグルコールラブ、そして、最後にはあの名曲中の名曲、シングシングシング、この以上6曲、まあ曲名は6曲とも手にこう書いておいたんですけれどもね この6曲をですね、メドレーで、お届けしてまいりたいと思います。それでは聴いてください。最後の曲です。ベニー・グッドマンメドレー。Thank you.
もう一度入って混ざってもらいます。岩瀬さんよろしいですか。アンコールの曲はですね、桜の咲く季節となってまいりますけれども、この桜が咲いてこう散っていくこの季節というのは、こう新しい世界、新しい人との出会いが始まる、とっても素敵な季節ではあるんですけれども、その反面ですね、親しい友人との別れ、こういったものもどうしてもついて回る、そんな切ない季節でもあります。次にお届けいたします曲は、そんな愛しい人との再会を願いながら、その思いを歌に託しました、森山直太朗さんの桜。本日は、岩下純子さんのピアノにも お手伝いをいただきまして、東北音楽祭のフルート奏者朝倉康則ドリクソンの歌でお届けいたします。聴いてください。森山直太朗桜。
それではですね、本当に最後の最後になってしまいますけれども、最後も元気に明るく、いっていきたいと思います。坂本九さん、明日がある。入隊しましたが、またお会いしましょう。最後までは本当にありがとうございました。